この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、大林浩司歌旅今日の夜。今日の出演は南幸子さん、竹地千恵子さん、天野光さん、そして私大林浩司でございます。それでは参りましょう。中国古陶磁8000年の美の探求、山花コレクション、お気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-66-7030。 南幸子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夏中感じの色のね、はい、衣装を着ていただいております。はい、ね、今日はカップリング曲を聴かせていただけるということで、はいはい、そうです。今年1月11はい、111エンジェルナンバーに新曲を出させていただきまして、はい、うん、そのカップリング曲の太陽が昇ると書きまして、はい、沖縄ではティダっていうそうなんです、はいはい、それでティダが昇る、はい、あのイーヤーササーの掛け声とか、はい、三線の演奏とか、はい、なんかその道のちゃんとプロの人にお願いして、はい、私が弾いてるんじゃないですか。それではタイトル紹介を、はい、太陽が昇ると書きまして、うん、ティダが昇る、南幸子さんです。どうぞ。海に日が昇る、山に日が昇る、私の心に日が昇る。朝の光の中であなたを我慢の二人だけれど、大きな波も小さな波も乗り越えて、頑張ろう頑張ろう、確認なれるその海に日が昇る、山に日が昇る、私の心に日が昇る。うちの畑の中であなたを会いたいよ、リグのそばで誓った二人の想い、きっときっと叶うよ叶うよ、今は寂しい二人だけれど、竹地千恵子さんです。こんばんは。うん、こんばんは。お久しぶりでございます。3、4年ぐらい前かな、出ていただいてね。懐かしいです。懐かしいね。
今日はですね、美空ひばりさんの歌を歌ってくださるんですけれども、はいはい、ひばりさんといえばあの伝説の不死鳥コンサート、そうですね、あのあれにあやかって赤い、そうでしょう、服を着させてもらいました。やっぱりあのイメージ、あの真っ赤なドレスね、素敵なね、はい、そっくりじゃないですか。 それでは美空ひばりさんになったつもりでね、頑張って歌ってください。それでは武さんに歌っていただきましょう。悲しい酒です、どうぞ。後の心残りを見えんなのね、あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒をどうして、どうしてあの人を諦めたらいいの、諦めたらいいの。白組が優勝間違いなし、ぜひ会場にお越しください。お問い合わせはユースメーション 075-351-5440。 天野光さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。この番組でもね、オリジナルの心願、はい、もう何回か歌っていただいてるんですが、はい、ついにこの曲が映画の主題歌になったということで、はい、ありがとうございます。素晴らしいです。おめでとうございます。筒井純慶というあの戦国武将の物語ということでね、はい、やはりあの人生演歌、そうですね。でもあのタイトルははっきりは決まってないんでね、うん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 、あのちょっと内容言うのは全く僕聞かされてないんで、まあでもその心願の内容ね、歌の内容がぴったりなんだ、だからこそ主題歌になったんだろうしね、嬉しいですね、楽しみです、はい、楽しみですけど ね。さあ、それでは天野ひかるさんオリジナルソング心願、ここで歌っていただきます。よろしくお願いいたします。
我が心受け継ぎし者継ぎゆく君誇らしくある。神住む心にただ三度我が身に試練課せるより人の心の痛みを知って真の魂裏切るなかれ情けは人のためならず欠けた情けは我が身にかれる。高手を合わせ幸せ願って祈っても人の心土足で踏んで掴む明日は実りはしない。倍に膨らませ苦労の文字を心に刻め。女の情念にたとえ好みが焼かれて燃えて灰になっても悔いはない。生きて添えない二人のように夜空を焦がす山の火は煩悩送り火。